続いてまあ、一方の武田選手は八千選手に敗れた後はレイノアに勝って迎えるというこの戦いです。ライジン発散戦の時には敗れてしまいました。いわゆる中量級って言っていいんですかね。こう海外勢も分厚いですね。海外勢も分厚いです。ありがとうございました。なんかすごく嬉しそう、楽しそうなのが、すごい人柄が良さそうですね。可愛い。さあ続きまして第6試合ライジン MMA デュール5分3ラウンド49